はいどうも、あやかとひろでキムちゃんズでーす。あ、これどうも、喋りすぎて声ひくれた。はい、ひろさん久しぶりじゃない？ジェイオンは久しぶりの、うん、年末やから一緒に見ようと思って、うん、もうな、うん、ひろくんが知らん間にな、もうすごいことなってんの知らんねんで、多分ひろくん知らん、もうすごい活躍ですよ。そうでしょ、もうほんま、もうまあ、もともとねテレビとかちょっとずつ増えてってたなって印象は私もあったけど、うんうん、最近すごいよ。ええー、まあそういう活動期間っていうのがあるんですよね。そう、露出する期間とかってあると思うんですけど、はいはいはい、まあそれもあると思うけど、にしたってテレビ番組の予約 J1 多いよ最近。私、あ、確かにね、めっちゃ見てるよ。日本全国を巡るようなそういうホットジャパンっていうのが、ああ、あの富士山のやつ見たね、前始まったりとか、多分今後も違うとこで撮ったりするんじゃないかなって予想してますけど。そうですか。もうね、そういうのもあるんやろうね。なんか貫禄がちょっと変わった気がする。格が上がったっていうか、だってさ、この前の紫の強瀬さんかな、強瀬さん顔がわからんかった。うん、変わったよね、ちょっと顔つきが。明るけたね、なんか。うん、そうやな、みんなちょっと違うよなやっぱ、うん、それをちょっと今日は一緒に見ましょう。ああ、そうですか。あの、本当に子供おらんけど、いつも言うけど、子供が巣立って嬉しいような、あの寂しいようなみたいな気持ちが、はいはい、ちょっと分かるような気もするね、 1% ぐらいは。じゃあ行きますか。行きましょう。ちょっとトークから始まるのかな。トークから。綺麗、小生さん美しいな。あ、この後 JO1 アカシア紅白。ヒロ君このオーディション知らないな、うん、見たことないね。はっきりとな、見れる媒体が今ないねんな。見れるんなら見てみたい。そうな、うん、ちょいちょいしか見れへんねん。なんでなん、見れるようにしてほしいわ。有料でもいいから。初登場第1位やったんや、すごいな。えらいこっちゃ。これジャムすごいと思うねんけど、うん、ジャムも JO1 も本家紅白に初出場。うん、アカシア紅白にも初出場。いいね、なんかいいね。まあ、トークがっつりあるんじゃんこれ、うん、あ、出たかった。おもろ、チャンスあるで。ジャンキさんさすがやな。マメちゃん、マメちゃん、キマちゃん。ああ、確かにそのままやね。そのまま。平均年齢23歳って大人やね。あ、そうか。吉本レジェンド。あ、何ディスってるみたいや。若っ。67？ 怖いんや。やっぱやっぱすっごい喋るな。やばいな、おら、あ、がっつり喋ると。ああ、何喋りすぎて、うん、あかん、おもろい。さすがやな、キレッキレやな、うん、あ、さんまさんならじゃん、奈々ちゃん。お、地元言えてよかったね。 お共通点あれよ、サッカー。やばいな、緊張してるな、うん、ちょっと緊張してる。左と右間違うってそんなことより俺はない。そうやな、正解。え、翔さん言い方すごいな、うん、ストレート。おすすめの先輩。結構ストレートやで、質問。何社長。社長。おもろ、翔さんすごいな。はっきり言うのいいわ。なんか逆にやらしくないな、うん、はっきり言いすぎて。社長に決まってるやんみたいなこと言ったよ、うん、おもろいな。お、しおんくん、地面でバタフライ。え、この衣装でやんの。あ、やるんや。水泳得意やって。あ、そうや。何？レンさん大爆笑。レンさんの大爆笑好きやわ。おお、リズム感の良さが。私これ得意やで。嘘。30秒ぴったり測る。めっちゃむずいけどな。緊張してたらでもむずいな。うん。人前では要せんわ。心拍数上がりそう。ちょっと見てたよな今。え、喋りながら、うん、え、プロデキにも喋ってるよ。え、意味わからん。数えるのやったらできるけど私。
思ってるより長いよな。長い。ヒロ君みたいなタイプの方は絶対に遅くなると思う、うん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 、34秒ぐらいになっちゃうと思うんだけど、うんうん、さんまさんみたいなタイプは多分20何秒で止めちゃう。はいはいはい、はい、お前らもうえほんまもう立ってるよな、うん、ストップ、あ、ストップ、ストップした、止めた、止めたよ。なーい、だいぶ長いと思うねちょっとねそうなるよな。どういうこと、レンさん。怖い怖い怖い。プロやな、でも。え、まあ、でも特技かも。職業病かな、分かってんねや、うん、どんだけか。怪我せんように。これで当たったらおもろいけど、うん、分かってるやろな。やられる方向よ。うわやっぱできちゃったそのレンさんの笑い方、ダンスと歌はすごいみたいな特技として認めてくれんかった。ほら、これやらへんかった。変えたりすんのかな。うん、はい。あ、ルキさんまたホワイトになってない髪の毛、うん、なんかどっしり感増してると思う。そうそうそう、なんか重たくなった。そうやろ、そうやろ、ダイナミックになってる。そうやろ、重心めっちゃ下がってるやろ。はいはいはい、重たさがあるね、すごい。そうそう、そういうのが言いたかってんな。やし、ちょっとやっぱ色っぽくなった。なんかキメとかでも足ドンってなりそうな雰囲気。そうそうそう、軽やかだけじゃなくなった。手だけじゃない。そうルキさんのカメラ目線最高やな、うん。お、フルバージョン。いいね。ここ好きやね、この。ここ好きやし、この次も好き。いいでしょ。うん。全力で回れ、ヤクロブーケ回れ。たくみさん髪型可愛いね、なんか。可愛い。色も。似合ってんな、うん。スカイさんがどんどんかっこよくなっていくね。色っぽいな。うん。かっこいい、まみちゃん最後カクンって。うん、こんなんやってたっけ。かっこいい。隠し芸はひどかった。うん、そう、相当大変なことなんですよ新聞配達動き可愛いけどなにちょっともうレンさん受けすぎやろ、ね、はい、終わった。久しぶりにヒロ君に見れて、あ、久しぶりややばいな。久しぶりにヒロ君にあのスパカレ見てもらえたのがちょっと嬉しいかも、個人的に。全く違うかった。ちゃうやろ、うん、よかった、私だけかなと思って。いや、そうやろ、重みがあるというか、いい意味でね。うん、なんかちょっと大人などっしり感がありました。うん、そう、どっしり感ってやっぱこういう曲大事やから、あれかな、やっぱめちゃくちゃ意識して練習したんかなっていう感じはするよね、うんうんうん。いやー、よかったよかったよ。そうね、個人的によかったのは、そうね、もうみんないいねんけどな、みんないいねんけど、今回印象に残った人っていつもこう考えるんですけど、うんうんうん、ルキさんかな。ルキさんね、私はね、うんうんうん、あのカメラ目線がやっぱめちゃくちゃ勉強してる感じがするっていうか、うん、まあ、お顔立ちもはっきりしてるからより印象に残るっていうのもあるんかもしれんけど、うんうんうん、なんかすごい努力されてる感じがして、プロフェッショナルなのよ、カメラの使い方が。だから印象に残りました、やっぱテレビ番組やから。なるほどね、ライブとはまたちゃうからね。印象に残ったのは、うん、シオンくんのドゥドゥがなかったこと。あ、なかった。やっぱ毎回時と場合によって変えてるんかな。うん、あ、でも何やってほしかったん、ちょっと。自分もやってたもんな。うん、カバンの時、うん、どうしてもでもルキさん目いくな。いくな。いくね、やっぱりどうしてもね。わ、うん、かるわ。あとさ、私これいつも言ったことないねんけどさ、すっごい細かい話やねんけどさ、今日着てた服もしっかり、普段からもそうやねんけど、うん、JO1 って結構足
の長さを強調するような衣装が多くて、うんうん、スタイリングがいつもこうピタッとした衣装が多いんですけど、それはまあ別に個人的に美しいなと思って見てるねんけど、うんうん、ダンスする上でちょっと難しいちゃうかなって思って、うん、あんなタイトな服着て、あのタイトなスーツみたいな、うん、スーツってめっちゃ動きづらいからね、うん、まず肩動かへんから靴もね、そうそうそう、革靴みたいなのとかやと、ほんでズボンピチピチやと余裕がないから、余白がないから、それどうしてんのかなって正直ちょっと今見てて思った。ゴムっぽいんやったらまだいいけど、ゴムっぽくもないような感じがして、再現してもね、すごい。ちょっとそれで最初のポーズとかさ、うん、踊りにくそうにせえへんのがプロやなと思って、はいはいはい、私やかーいうの、あ、踊りにくいってこう顔に出ちゃうタイプやけど、衣装って基本踊りにくいからね、動きにくいからね、そう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 、ライブもそうやけど、うん、普段のこういう練習機とかの方がやりやすい、もっと上手く踊れるやん多分、うん、そっちの方が本来はね、自分やったらレコーディングとかでもさ、うん、楽器行くとき絶対もうパジャマとかで弾くから、うん、そう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 、なんか余白がないとこういう、こういうね、動きづらいよね、こんなピタッとしてたらもうめっちゃ動きにくいやん、そこにプロを感じるのもあるな、やっぱカプリでこの格好ではしませんよ別に聞いてへん誰もいやでもさんまさんと対等に喋る翔さんがやばかったな、うん、ちょっとパフォーマンスも良かったけど、翔、うん、さんに一番びっくりした、あのトークは、ね、ちょっとどぎつかったよ、うん、言ってること、うん、彼ほんまに裏表なさそうやな、うん、よかったわ、あんな絶対言われへんもん普通、うん、あれはあのだからあのままいてほしいね、翔さんは疲れるやろうな、うん、いろんな人に悪気ないね、もう全く純粋な会話やから、うん、もう私ああいうタイプ好き、可愛がられるタイプやねあの裏表ない方めっちゃ好きやから、よかったです、よかった、あのパフォーマンスについてはもう何回か見てるので、うん、あんまり触れなかったですけど、うん、まあ、なんて言ったってあの年末の紅白もありますので、すごいよね、それを一番はやっぱ楽しみにしてるかな、今回はほらやっぱりトークのスタジオやから、うん、ちょっとこうアットホームな、うん、パフォーマンスに見えるやんどうしても、うん、紅白になってくるともっと今度は大掛かりなステージになってくると思うから、すごいね、でも JO1 は本家紅白もね、年末出るしさ、このさんまさんの紅白も出てるさ、これ出んのもなかなかええで、いや多分だってなあ、大御所の方ばっかりやったやんか、そう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 、緊張したやろな、すごいすごいことやよね、うん、すごい誇張よね、うん、誇張よね、すごいはい、ということでありがとう、はい、面白い、はい、ということで今回は、明石家紅白に出演された JO1 のスパカリとトーク部分も少し見させていただきました、はい、はい、これでも12回もやってるんよ、知らんかったね、知らんかった、うん、テレビを10年間見てないわけですから、そういうことやね、ほんまにそうやねそうやで、うわ、はい、ということで、うん、もし一緒に楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします、ピッピッ、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう、バイ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